ネズミ小僧、ネズミ小僧、ネズミ小僧、完成9年、1797年天保3年8月19日、1832年9月13日は、江戸時代後期、火星期に大名屋敷を専門に荒らした、窃盗犯。本名はジロ吉、ネズミ小僧ジロ吉として知られる。本業は後美食であったと言われ、義族の伝承で知られる。以下は、 祖族白状記と呼ばれる、ネズミ小僧自身の自白調書による、歌舞伎子や中村座の便利屋家業を務める定次郎、定吉、定七友の息子として、元吉原、現在の日本橋人形町に生まれる。十歳前後で、器具職人の家へ方向に上がり、十六歳で親元へ帰った。その後は、飛び人足となったが、不業績のため、 父親から二十五歳の時に感動される。その後は、賭博で身を持ち崩し、その資金稼ぎのために、盗人と家業に手を染めるようになったと伝わる。文政六年、1823年以降、武家屋敷の奥向きに忍び込むこと二十八箇所三十二階に及んだが、文政八年、1825年に、土浦繁盛屋敷、現、日本橋柿柄町二丁目。 当時の藩主は、奏者番の土屋彦忠に忍び込んだところを捕獲された。南町奉行所の尋問を受けるが、初めて盗みに入ったと嘘をついて切り抜け、入れ墨を入れられた上での中追法の刑を受ける。一時は髪型へ姿を消し、江戸に密かに舞い戻ってからは、父親の住んでいる長屋に身を寄せる。しかし、賭博の資金欲しさにまたもや盗人と家業に舞い戻る。 その後7年にもわたって、武家屋敷71箇所、90回にわたって、忍び込みついに、天保3年5月5日、1832年6月3日、日付については8日、6日などの諸説あり、日本橋浜町の上野国尾畑浜屋敷、当時の藩主は松平忠恵で捕獲された。北町奉行、坂木原忠之の尋問に対し、10年間に荒らした。 屋敷九十五箇所、八百三十九回、盗んだ金三千両余り。と、ネズミ小僧は供述したが、本人が記憶していない部分もあり、書書によっても違うので正確な金額は未だに、不明である。三ヶ月後の八月十九日、九月十三日に、市中引き回しの上での国問の判決が下される。引き回しの際には、老屋敷のある、天間町から日本橋、 京橋のあたりまで有名人のネズミ小僧を一目見ようとヤジウ馬が大挙手をし寄せた。市中引き回しは当時一種の見せ物となっており、水ぼらしい外見だと見物人の反感を変えかねなかったため、特に有名な罪人であったネズミ小僧には美しい着物を身につけさせ、薄化粧をして口紅まで刺していたという。五尺に見たぬ子男で動作便称といい。 捕まった時はろくな家財道具もなく金もなかった。処刑は小遣っ腹形状にて行われた。当時の重罪には連座性が適用されていたが、ネズミ小僧は感動されているために肉親とは縁が切れており、数人いたという妻や妾にも捕獲直前に離縁状、離婚証明を渡していたため、天外孤独の身として、刑を受けた。この自らの行いに対しあらゆる人間を巻き込まずに、 済ませたという点も、ネズミ小僧が義族扱いされる要因の一つとなっている。墓は、両国のコ光院にある。参拝客は、長年捕まらなかった幸運にあやかろうと、墓のお前たちを削って持ち帰り、お守りにしている。また、愛知県天郡市の育児にも母親の手によると、される墓を移設したものがある。その他、南千住の小塚っエコ光院。 愛媛県松山市、岐阜県かかみ市等にも貴族に恩義を受けた、人々が建てた塔と捨てられる墓がある。遺説として、西の軍村、現愛知県甘り市が聖火であるとの説がある。ネズミ小僧について、金に困った貧しい者に、お食大名や悪徳商家から盗んだ金銭を分け与えたという伝説がある。この噂は、 彼が捕獲される九年も前から流れていた。事実、彼が捕獲された後に役人による家宅捜索が行われたが、盗まれた金銭はほとんど発見されなかった。はためから見ると、彼の生活が分をわきまえた、つつましやかなものであったことから盗んだ金行方について噂になり、このような伝説が生まれたものと考えられる。しかし、現実のネズミ小僧の記録を見ると、 このような事実はどこにも記されておらず、現在の研究家の間では、盗んだ金のほとんどは、博打と女と飲酒に浪費したという説が定着している。ネズミ小僧は、武士階級が絶対であった江戸時代において、大名屋敷を専門に徒党を組むことなく一人で、盗みに入ったことから、江戸時代における、反権力の具現者のように扱われたり、 そういったものの題材して使われることが多い。しかし、これについて資料が残されていない中で、ネズミ小僧自身に、そのような意図がなかったという推測もある。彼が大名屋敷を専門に狙った理由については、敷地面積が非常に広く一旦中に入れば警備が手薄であったことや、男性が住んでいる表と女性が住んでいる奥が、はっきりと区別されており金がある奥で発見されても、 女性ばかりで逃亡しやすいと、理由が挙げられている。また、町人長屋に、大金はなく、商家は逆に金に明かせて、警備を厳重にしていた。大名屋敷は、謀反の疑いを幕府に抱かせる恐れがあるという、理由で警備を厳重にできなかものと考えられ、また、メンツと対面を守るために被害が発覚しても、公にしにくいという事情もあった。ネズミ小僧を扱った。 テレビドラマ作品の中には、女ネズミという架空のキャラクターを扱った作品も存在する。これら作品に登場するネズミ小僧は、ネズミ小僧、治療基地本人ではなく、彼の娘ないしは、孫娘が父ないしは、祖父の処刑から数年の時を経て、江戸の庶民のためにネズミ小僧の名を受け継ぎ活躍するという設定となっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。